ケイキさん見てください、僕のプレーを。これだ。昼から一回のやつ音な。ケイキさん大好きだ。すいません、後で黙らせておきます。今日はね、この国境の簡単にキルを量産できるそんなポジションを教えていきたいと思います。まだね、ここで2スキルで相手を引き倒します。そしてここ重要、ここ悪い。はい、もうこれでもうキルも あと3キル確定です。いますか。でこれね、一発打つとポンとポン来ないですね。そう、来ないですよ。なんでですかね。どうしようかな。あー来ましたね。はい、ここラペリングしてたから敵をキル止めました。ディフューザー持ってるんですよ。ディフューザー持ってるんですけど、加えてディフューザー使わずに仲間を起こします。わーお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 。何の話してんねこいつ。ドローンが爆弾を発見した。敵オペレーターはあと1人だ。え？突入まで10秒。ディフューザー確保。敵部隊を排除した。準備ラウンド中に攻撃できるの今ハック。やば。戻せ。もうなんやねん。コース逆走してんのにめっちゃ張り食らう。はいはい、心臓の音消えへん。ヒューザー確保。敵は残り1人。心臓の音消えへん。ドキドキが止まらない、君といると。これどうしてんやろな。チーターっぽい動きでちょっと動揺させよう。気をつけろ。あれ、あいつ今裏画面行ってない。あいつ裏画面行ってへん今って多分思ってる。これ絶対裏画面行ってると思われる。俺は発見された。牽制終わりました。完璧。これって多分チート使えへんわ相手。チーターにはチート使わないっていうの。チーターのこう流儀ね、知らんけど。うちゃついよ。はい、皆さんこんにちは、ケンキです。今回はちょっとお願いがありまして、皆さんにまあちょっとレインボーシックスシージ PC ユーザー全員に対しての呼びかけみたいなところになるんですけれども、2段階認証っていうのがレインボーシックスシージ導入されてまして、まあこれ何かっていうと、要はアカウントの認証を強化するみたいな、この2段階認証を導入することによってハッカーがゲームをしにくくなるらしくてですね、まあ多分ステアカをいっぱい作れないからっていう理由なのかな、よくわかんないですけど、実はアジアだけまだ2段階認証導入してないんですよね。これなんでそうなってるかっていうと、なんか国内、アジア圏内の、2段階認証を承認済みのアカウントの数が、なんか規定数よりも少ないらしくて。で、その状態で導入しちゃうと、ランクマッチがそもそもマッチングしなくなっちゃう現象が発生するみたいな。そういうのを懸念して、まあ言ったら、今導入されてないらしいですよね。要はカジュアルとかずっと言ってて、あんまりランクとかいかないから、2段階認証は別に私関係ないよっていう方もいると思うんですけど、実はそこを認証してもらうと結構みんなハッピーになるというような状況なんですよ。なんでちょっとすごく申し訳ないんですけれども、ぜひ皆さん2段階認証お済みでないアカウントあったら、ちょっと2段階認証をねしてもらえればなというふうに思ってます。ということでね、本日もやっていきましょう。5秒。リヒューザーを爆弾を見つけた。爆弾を確保しろ。ん？ん？どういうことだってばよ。くしゃやるぞ。爆弾を発見。しっかり守れ。突入まで5秒。うそやなこれ。いいですよ。本当すみません。謎のナイフ戦始まったんだよな。はい、ここへ。よいしょ、ほらほら、新宿のナイフ王っていうのは俺のことやからね。あーさあブーンブーン。おっしゃ、新宿の何だっけ、新宿のジャックナイフって言われた。この
俺のライフ騒ぎ見せたるわ。まずスピード3、スピード1対スピード3、もうこんなんもう一瞬ですよ。新速の、おいおお、ナイス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 、オッケーオッケー、ほらほら、新宿のジャックナイフ前捨てからの下がって前下ー、強ない、うっ俺平成のラスト侍で呼ばれたこの、これがね、ナイフを使ってこの5人をキルしていきたいと思います。これランクマッチなんですけどね。いいぞいいぞ、スレッジか、お前はな、コナや、なんかスモークが流れてるないないない、あれ高価格スモーク中心、あーおいオッケー、あー危ない、あー危ない、その、その、テクニックそれ、あーしゃーい、お前はスピード差やからな、あ、あーい、あーしゃーい、来た来た来た、あー来た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 、おらおらおら、平成のラストサブラなめだよ、逃げてんじゃんぞお前、あいつ角待ちしてんじゃん、あー危ない、ね、おいけー、こんなとこあったよ、マップ上に初めて来た、ここなんなら、オッケー、デッドバイデイライト始まった、やめて、ちょっとちょっと待ってオッケー、あこんばんは、初心者ですけど大丈夫ですか、 ID は、あ、これ本名になってる、お兄ちゃんにやってもらったからわかんなくて、DARK ねえ、オッケーです、でもちょっと、あ、やられました、許してっすよ、もう使ってない、これトイレで変わってるって、出番迫れたんで動いた方がいいんですよ、決め打ちされるんで、わかりました、あ、ナイス、ナイス、すごい、いいわ、めっちゃいい人なんだけど、すげえ教えてくれるすげえ心苦しいわ、こんないい人だと逆に、なんか雪の面、最後の一人になった時に瞬間に覚醒します、お兄ちゃんに代わって、よく聞いて、見せるか、いいよ、これうまい、はい、うまい、うまそう、おお、変わりますね、隠せて立ってきるごめんお兄ちゃんに変わってもらいました、金曜キャッターびっくりしたごめんなさい、兄ちゃんがやりたいって言ってるんで変わっても大丈夫ですかいいですね、はい、任せるんで、お願いします、コマンダン中断、いや聞こえます、え、銃もそんな感じがさっきもボイチェン使ってる感じが、なんか使ってませんあの跳ね返ってたんですよね声がいやこれ出来ねえなこれメインベッドはいないっすね、来てないちょっと今アップルから電話がお互いの対応力を試されるみたいな、危ない、おいお前嘘だろ、それは嘘だろ違うって、おーい、もういいけどよ、何してたのっていうか最初クラッシュの盾打ってたでしょ、ガツガツ背中打ってたの、急に俺が展開してあったこっち向いてきたんだもんオッケー、待って待って待って、倒せ、これ嫌だから死ぬほら行け行け、ほら行け、原どこだ、いないいないだろ、あっお前そんなとこにいるか、バザーッミッションセロー、ドックでさ突っ込んだらそれ相手ワンマが使うじゃん、こいつはそれを俺が美味しくいただくっていう、やめよ、こんなやで、ほんま、オッケー、やっていこっか、はい、無理、この虹色、はい、六行為、行為、うん、という遊戯を、まあアドミンとともに、あ、あ、けどひらがな表記か、ひらがな表記だよね、僕のはひらがな表記なんでそうだよね、戯れていきたいと思う所存でございまするが、いかがであるか、行為、爆弾、いやーマジか、お前打ち出し早いと思ったらこれは多分チーターだからだ、リンクさんのあれ欲しいな、あ、竹内が調子乗ってるあれ、竹内お前許せねえか、竹内おい
竹内。これ近くガレージ入ってる。このエリアにいると敵に見つかるぞ。敵に見つかった。引き返せ。これシンクしようと思う。カメラ見るわ。ああ。でもカメラ見てるけどいないね敵。え？どこだろう。トイレの中とか入ってないよね。わかんない。はい。ああ！Ha ha ha!